はい皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますかはい。ということで本日ご紹介するのはこちら。ドンと。えー、前回に続きこちら RG351M のご紹介でございます。 こちら海外ののの EC サイト LDK ゲームーの提供でおお送りりしておりますいつも本当にありがとうございます。ということで前回こちらあの外観ね徹底的に見ていきましたね差しで測ったり重さを測ったりとねプライベートを暴露した RG351M ですがえ本日からね電源を入れていきましょうそれではえこちらですね本体左側のえ電源ボタンを長押しします。 さあ OS が何かですねいつも通り軽くバイブレーションしましたさて何だ今いろんな OS 出てるからねエミュエックですねはははははは,はちょっとスタートで見てみましょうかシステムインフォーマーション バージョン3.8なので、えー、っとですね、これ想像するに、これですね、あの前回紹介した、えー、RG351P の3.8の4ギガバージョンのものですね。はい。これの11月21日モデルが多分入ってると思われます。だからあれはやはりね、公式だったということですね。ははは。だから多分、 うん、よっぽどのことがない限りドリームキャストの「ストリートファイター3」にバグが出るはずです同じものであればねうんうんうんまあこれでやってもいいしだからねあのまあそれ以外はあの僕のところではねそんな多くは試せてないけども、えー、問題ないのでまあ一応安定版ということで見てもいいと思いますはいじゃあちょっと、えー、いろいろ試しましょうかまずネットワークですね よいしょちょっと暗いねよいしょちょっと明るくしますねごめんなさいねよいしょもうちょっとこっちでやろうかちょっとね照明がねこの家弱いんでだいぶ前より暗いよね画面がねはいごめんなさいえっ、ー、とねこれまず w i f i ついてんのか見ますちょっとねあのモザイクかけないといけないのでごめんなさいねよいしょはいまず w i f i が搭載されているかというところまず確認します はい、えー、っとですね w i f i 搭載されてます今うちで飛ばしてる無線が出てきまてますでえー、っとね驚くべきことにノイズが出ないです、はい、前までは 351P の方は、えー、まず無線 LAN をオンにすると非常にノイズがのってたんですが全くないですねはいでえー、っとちょっと一回、えー、あれですね有線の方を見てみようと思います えとはい、このように有線の方もコネクテッドえ下はちょっと IP アドレスなんで見せれないですけども有線の方でも右側のポートに挿すことで有線接続もできました。えー、ということでですね無線も OK で有線でも接続できるということで非常に不安定であった 351P の方の問題は解決かなりされてます。ここれがただ、えー、この35 M のの 351M 仕様なか それとも、えー、最新バージョンアップの3.8の 4GB バージョンの11月21日モデルの仕様なのかちょっとわからないですただ無線 LAN の方に限ってはノイズがねピッ,ピッ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 って前を鳴ってたんですよそれが一切音ならないのであの前その多分いろんなね僕も動画とかブログ見たんですけどもなんかね干渉してたみたいなんですよね他のパーツにね だからその辺は内部多分バラしたらうまいことこう干渉しない仕様になってるのだと思います全く音ならないですしあの無線を捕まえるスピードもすごく速かったですはいだからとてもいいと思いますねはいということでちょっと少々、えー、ゲームデータを入れてゲーム見てみましょうかでもね画面ねやっぱ綺麗やわ <laughs> うんやっぱりねすごいね あやっぱりアンバーニックのこの辺がいいところですよね、うん、ちょっとねあの嬉しいね、うん、この第4世代でちゃんとメタル筐体で、まあ、安定なアンバーニックということであとはこの十字キーですねはいなのでちょっとちゃんとしたあのエミューテストというものはまた次回します、はい、なのでとりあえずこの十字キーの操作が安定してるかまずはそれを今回見ていきましょうえー、はい ということでえおじいさんのねいつものテーマを導入してまいりましたえもうねむちゃ簡単だった <laughs> で転送速度がねむちゃくちゃ上がってますはいえこちらのね直のえこっちですねこっちこっち OTG と DC こちらの方に優勢の場合はつけますはいむちゃくちゃ転送速度上がってますね安定してますねこれはすごい はい、入れてまあもこのようにいつも通り入れられます。はい、であともう一個ね、えー、今回このデータの移動して分かったことがこちらのマイクロ SD カードこちらもあの中から取り出してこういうふうにあのー、なんていうかな FTPFTP ってネット経由でデータのやり取りがちょっとね苦手という人は こちらのマイクロ SD を取り出して、そちらをパソコンに入れれば、あのゲームフォルダーが開くので、RG350 時代、第三世代と同じ時代と同じようにこうドラッグアンドドロップでデータの移動ができますので、えー、初心者の人にも向いてます。はい。で、えー、現人ですね。クローザ向けの人にもちゃんとこう FTP と無線 LAN が用意されているので、非常に安定していましたね。ちょっと驚きました。はい。それでは、えー、最後に。 今回はね十字キーとアナログスティック「おいおい大丈夫なのかよ?」の回路とね、えー、それを最後見ていきましょう。 はい。 いかがだったでしょうか見ていただきましたのは、アンバーニックのね、中華ゲーム機のまあ歴史を作ったとも言っても過言ではない、こちらアンバーニック社の最新の第4世代、ロックチップ3326世代ですね、のメタル機体 RG351M でございます。こちらは海外の EC サイトの LDK ゲームさんの提供でお送りしております。いつも本当にありがとうございます。えー、見てもらいました通り、いかがだったでしょうか ?OS は多分、察するに、 最新のアンバーニックの公式である。公式でありであながら、何かどっか非公式っぽいね。なんか、えー、アップされている3.8バージョンですね。11月21バージョンの安定版ネーミレックが、えー、入っておりました。 でこちらは前回の検証ではストリートファイター3ドリームキャストのストリートファイター3に画面のグラフィックバグがあったんですけども今日はちょっとそこ見れてないので次回その辺も見ていこうと思いますが、えー、本日見てもらったこちらの OS ですが非常にやはり使いやすいですねでんこのメタル筐体の性能アップの部分は無線 LAN は確実にそうですね無線 LAN にオン,をしたオンをしてもそのノイズ音が入らなくなったそして有線もちゃんと 認識されるよようになったんですよね、えー、僕が持ってた RG351P の方は優先がダメだったので、えー、この辺は非常に助かります。うん、で転送速度がねむちゃくちゃ速いです。前はすごい遅かったんですよね。その辺も、えー、全て修正されています。これがまあ OS の部分もあるでしょうし、えー、この 351M で修正された部分でもあると思います。で、えー、この OS に限っては中のマイクロ SD は えーその LAN, LAN 経由ですねこちらの USB-C とあと無線 LAN でもアクセスできますし、えー、その辺がちょっと難しいよという方はこちらマイクロ SD を取り出してもらって電源を切ってね でえー、カードリーダーに挿して、えー、パソコンに読み込ませればゲームフォルダーにアクセスができますので、えー、簡単にゲームデータの出し入れも、えー、一緒に簡単にすることができますでですね一番僕が気になっていた、えー、前回僕が RG351P を進めないと言っていた理由の、えー、でやった十字キーは、えー、確実に修正されていますただしこれはやはりね当たり外れがやっぱりね多少なりともあると思いますでも、えー、今回僕ははこれは確実に当たりが 僕の中では今回は今のところはまあおすすめという感じで言わしてもらいます。はい でね、ただ十字キーの方はストリートファイター3の時はねちょっとだけ初め波動拳出しにくいかなと右が思ったんですけどももう一つのゲームである「サムライスピリッツ」をやった時には全て完全に技が出すことができたのでちょっと僕の指の入れ方が悪かったのかなとそのために2つちょっとゲームやってみましたはいなのでこの辺は特段問題ないと思いますただしやはりねいつも言う通り中華ゲーム機っていうものも含めまあ日本のゲーム機も含めですが個体差というものがあります で前回の 351P の時は僕に2台のうち2台ともここに問題が出たのでさすがにこれちょっと確率高いぞということでお伝えしましたで海外のフォーラムでもそれは大荒れしたので、えー、その辺もお伝えしておりましたが今回ところは まあまだ発売して間もないので、海外のフォーラムでもね、そういうことが現状まだ出てません。で、僕のところにも大丈夫なものが来たので、やはりその辺ちゃんと修正したのかなと、あとこの辺の LAN 関係も非常にちゃんと綺麗になってるので、 やはり 351P のあ、えー、一番初めにねやはり、えー、僕のきつい,言い方で言うとちょっとファンを裏切ってしまった結果のところは確実に、えー、修正してきてるなと思いましたただしこれを答え差が絶対あるので日本の製品でも失敗品っていうかねこうミスうまいことこう基盤が汚れてしまったとかそういうものって出回るので、えー、全員が全員じゃあ僕のところに変なの来たよってそういう確率は確実に絶対あるので、まあ、それは日本海外関係なくあるのでそこは踏まえてくださいただし前回は2つともアウトやった そして海外にもそういう情報があったので僕はそういう踏襲した。 えー、僕の結果を出しましたけども今回来たものはとりあえず大丈夫でしたし今海外でもそういうものは、えー、情報は出てないので、えー、今回そういうものはないであろうと基本的な、えー、潜在的にあるバグっていうものはないであろうと思われますただし個体差は絶対的にあると思いますのでそこは、えー、踏まえておいてください、えー、という感じでございますなのでね、えー、また次回はこの辺のエミ関係 M 関係 <laughs> M ンケなんですかねエ関係を見ていこうと思いますので、えー、お楽しみにしてくださいこっち こちら、えー、RG351M は海外の EC サイトの LDK ゲームさんの直販店で発売しています今現在セール中で13,990円こちら RG351M が えー、LDK ゲームさんの食販店でセール中で1万3990円で発売中ですので気になる方は買ってみてはいかがでしょうかこの動画の下の概要欄という文字が書いてあるところにこの商品のリンク貼ってますので、えー、そちらから、えー、買ってみてはいかがでしょうか LDK ゲームさんはねもう多くの人からももうあの早く届いたよとかね非常にこちらもあの大変安心感のあるサイトになってますので、えー、海外のサイトで買うの怖いよという人もね、えー、その辺は安心して買ってみてはいかがでしょうかただしこれも、ね 当然ね当たり外れの対応というものがやっぱりあるしその辺は、うん、全員が全員完璧にね100%完璧っていう商売はどのねショップでも無理なのでその辺は、えー、こうやっていいよって言ってもそういうこともあるのはね、えー、踏まえておいてください、えー、この動画で初めておじいさんのことを知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思いますそれではまた次回の放送でお会いいたしましょうさよなら